スーシーは途中からサボってたけど。今日はもう終わりにしない？お腹空いたし。うん、今日のおかずは何かな。ポテトはもう嫌。昨日でほとんど片付いたし、今日で罰当番は終わらせちゃおう。からどこ行くんだ。今日も図書室だよ。はあ、アッコが図書室？なんだよそのつまらない冗談は。またそれ？いい加減にしてよね。おい、何を怒ってんだ。私変なこと言ったか？もしかして本当に覚えてないの？覚えてないも何も。どういうこと？なんだか怖くなってきた。あら、アッコ、ずいぶん早起きですわね。あなたのことだから昼まで寝てると思っていましたわ。ダイアナまでどうなってるの？アッコ、何かあったのですか？ああ、ちょっと考え事してただけだから気にしないで。アシュラ先生。あら、アッコ、ちょうどよかった。先生、ごめんなさい。私ちょっと急いでるから。え、アッコ？やっぱりまた本が戻ってる。なんとなくそんな気がしてたけど。どうなってんのよこれ。私たち以外の人たちが同じ日を繰り返してるみたい。人だけじゃないよ、育ててるキノコの成長も戻ってる。それってもしかして時間が戻ってるってこと？どういうこと？今日が終わっても明日は来なくてまた今日が始まるって感じかな。それで昨日片付けたはずの本が戻ってたってわけ？あ、だからアマンダが話した内容を覚えてないってことか。あれ？でも、どうして私たちは覚えてるんだろう。そんなの決まってるじゃん。片付けた本は元に戻ってたのに、あそこは開いたままだもんね。あの隠し扉の先にある部屋が関係あるのかも。見てるの？これ多分記憶水晶玉だと思うんだけど。記憶水晶玉ってロッテがいつも見てるやつ？あれは魔力でホームページ見たりメッセージ送ったりできるんだけど、これはもっと古いかな。昔魔女が占いに使った水晶玉だよ。これなら精霊がついてるかも。
じゃあロッテなら精霊と話せる？アッコもこれを使えばできるんじゃないかな。これは試供品だってもらったの。私は使わないからアッコを試しに使ってみたら？よし、それじゃあやってみる。トルートタルマーレ。アッコ、うまくできたね。成功したの？でも、精霊の言葉わかんないや。それは、魔法薬じゃダメみたいだね。残念。でも、精霊さん、アッコに感謝してるみたい。今度から調べたら、今までのことを記憶してくれるって。ふん、よくわかんないけど。時々調べてれば、そのうち精霊さんの言葉がわかるようになるかも。それならちょくちょく調べてみる。記憶水晶玉はルーナノバにいくつかあったと思うから、精霊と交信してみるといいかも。そんなのあったっけ？私たちの部屋にもあるよ。後で出しておくね。もしかしてアークがこの時計を壊したせいじゃない？そんなことないよ。元から動いてなかったんだから、私が壊したわけじゃないよ。アーク、この前触ってたでしょ。さあ何にしても時間の流れがおかしくなってるのは間違いないはず。時間の流れか。あれ、なんだっけ、なんか聞いたことがあるような。何にしても時間、ここって何なのかな。ただの物置ってわけじゃないよね。ダンジョンにつながるような扉は普通物置にないと思う。あの扉があるからこの場所を隠してたのかな。何し、時間、この部屋って何なんだろう。危ないよ、また変なところに飛ばされちゃうかもしれないから。このあれ、誰か降りてくる？どうしてアマンダが？アッコが図書室行くっつってたから気になってたんだよ。まさか図書室からこんな場所に行けるとはな。ブライトンベリーに行くんじゃなかったの？ん？予定を変えただけさ。つうか、なんでアッコがそれを知ってるんだよ。あー、もうただでさえややこしいことになってるのに。こんな面白そうなことを私たちに隠してるなんて水臭いじゃねえか。絶対他の子たちに言わないでよ。特に先生たちには絶対。わってるって、私が言うわけないだろ。あら、知られて困るようなことでもしているのかしら。行く。終わったー。よりによってなんでダイアナが来るのよ。まさかアマンダ？おいおい、
私がダイアナを連れてくるわけねえだろ。ひどい言われようですわね。アッコがいつにも増して挙動不審だったので様子を見に来ただけです。アッコのせいじゃねえか。そんなことよりアッコ、あなたは罰当番として図書室で本整理をしているはずではなくて。それはただサボるだけではなく、このような場所で一体何を。ことと次第によってはフィネラン先生に伝えなければ。待って、それだけはちゃんと説明するから。というわけで、カクカクしかじかなの。へえ、ダンジョンか、面白そうじゃねえか。時間の流れが、まさかここはホロロギウムの間。そうだ、ホロロギウムの間だ。ホロロギウムの間、なんだそりゃ。そこには時を操る時計と開かずの扉が鎮座する。時計は逆に回り、扉の先は開くたびに変わる。秘宝は行方知れず。シャリオカードの試作品として作られた幻のレアカードだよ。へえ、持ってるのか。うん、前にシャリオカード設定集で見たことがあるだけ。なあ、男女に行かねえのか。アマンダは不安じゃないの。不安ってなんで。時間が戻ってるって普通じゃないでしょ。退屈しなくて良さそうじゃねえか。今からでも男女に行きたいところだぜ。アマンダたちまで巻き込んじゃってよかったのかな。アマンダたちが勝手に来たんだから仕方ないよ。のかな。もしかしたら明日になったら覚えてないかもしれないし。アマンうん、面白くなってきた。アッコと一緒にいれば何か起きるとは思ってたけど、まさか夏休み初日からとはね。それだとまるで私が原因みたいじゃない。そうじゃないの。違うと思うけど。食べる？ホクホク味。あたしが壊したわけじゃないよ。まだあなたの話をすべて信じたわけではありません。あたし、嘘なんかついてないよ。それも明日になればわかります。それにしても、もしここがホロロギウムの間なら。ここがホロロギウムの間なら何なの？どうして図書室に隠されていたのでしょうか？さあ、偶然じゃない？あなたの答えには期待はしていませんでしたが。何よ。アマンダたちも私たちみたいに今日のことは忘れないのかな。どうなんだろう。今考えなくてもどうせすぐにわかるよ。まさかこんな面白いことになってたとはな。うん、時間が戻ってるなら食べ放題。ホロロギウムの間だとすれば、記憶推奨玉かな。更新魔法をかければいいんだっけ。
つまで経っても毒キノコが育たない。まさか本当にアッコの言う通りだとはな。信じてなかったの？あんな話簡単に信じられるわけねえだろ。でも今は違う。そりゃ自分で経験すりゃな。あとで私たちも図書室に行くよ。不思議、ドーナツみたい。遅かったわね。私が言った通りだったでしょ。ええ、どうやら夏休み初日が繰り返されているようです。それでどうするつもりですか。え、いつまでも夏休み初日というわけにはいかないでしょう。それはそうだけど、私としては先生に伝えてもよろしいのですか。それはダメ、お願い、それだけは。ホロロギウムの間についていくつか分かったことがあります。え、何何？落ち着きなさい。全員がホロロギウムの間に揃ってから説明します。ホロロギウムの間について少し分かったことがあるので情報を共有しておきます。まず現状の再確認ですけれど、ホロロギウムの間が時を操ることができるのは今の状況を踏まえれば間違いないでしょう。おそらくはアッコたちがこのホロロギウムの間の封印を解いてしまったのが原因でしょう。どうしてそんなこと断言できるの？図書室の隠し扉を調べてみました。随分と古い術式でしたが、確かに魔法によって封印されていたようです。それを何も考えずに封印を解いてしまう者がいるなど、封印した魔女も想定していなかったのでしょう。だってこんなことになるなんて思わないじゃない。それはさておき、解決につながる手立てはおそらくホロロギウムの間にある開かずの扉です。行方知れずの秘宝が開かずの扉の先にあるってわけ？秘宝があるかどうかは知りませんが、あの扉は差し込んだ魔法の鍵によってつながる場所が変わるそうです。え、でも魔法の鍵は一つしかなかったけど。そのことですか。これを見てください。これは？今朝寄宿舎で拾いました。確認しましたが、寄宿舎や学内の教室の鍵とは型が違うそうです。じゃあもしかしたらこの鍵を挿したら。ええ、今鍵箱に入っている鍵とは異なる場所につながると思われます。もしかしたら時の流れを正常に戻すヒントが見つかるかもしれません。そうなんだ。よし、早速行ってみよう。魔法の鍵。ちょっと待ちなさい。何？今さら危ないから止めるとは言わないよね。魔法陣の一部が破損しているようです。
これでよし。何したの？魔法陣を修正しました。これで3人までなら正常に転移されるはずです。4人以上で入ったら？やめておいた方がいいですわ。下手をすれば二度と戻ってこられない可能性もあります。え、あなたたちが無事に転移し戻ってこられたのは幸運だっただけです。おじけづいたならやめてもよろしいですわ。はっ、冗談はやめて。怖がってるのはダイアナじゃないの？物は試しです。魔法陣がちゃんと動作するかどうか確かめたいですし、一度行ってみてはいかがでしょうか。メンバーは任せます。まあ私を選んだ方が安全だと思いますけれど。Thank you.
フフ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